では次の質問に参りましょうえあまりよく知らない人のために宮下文女についてかいつまんで説明していただけますでしょうか何が書かれているのか作者が誰であるのかなどお願いいたしますそうですねまあ,あのダイジェストで基本ということでねはい基本を教えてください。 国史、国の正式な、うんえー、記録、はい、歴史として「えー、古事記」と「日本書紀」があります、はい、でもこの「古事記」と「日本書紀」も実は内容が微妙に違うんですね、うん、で世界広しといえども国の正式な、えー、歴史を2つも持ってる国はありません、はい、日本だけですよ、はい、これ持っ,ととっているとここにもえだからあの古事記の記のは あの日記の木、はあ、日本主の木は紀州の糸編ですよね、えーえー、違うでしょ、えー、で合わせて「危機」実は聖徳太子の,あの未前期と未来期も字が違うんです同じようにして危機なんです要は合わせ鏡になってて実は微妙に内容が違うところが実はキーポイントです でそれをコ,シコデンという鍵を使って開けていくと全部開くんですうんそういうのが国仕掛けで僕はお世前にか使ってるわけです、はい、そうなんですよ。よだからあの、まあ、コシコデンって言いましたがこのコ,シコデンというのはアカデミズムは完全否定してましたから偽書だ偽物だ、はい、違う。竹内文書のように、うん、もう誰が考えてもおかしい。 メルボルンとかニューヨークとかんなんでそんなのが超古代になるんだよでしょ、はい、誰が考えてもおかしなところ全部取ってください、はい、残るのは正しいところです指導とでも取りやすいようにわざとおかしく書いてるんで学者はそれに引っかかるんであこんなの嘘そこだけ、ね、もうね視野狭窄なんでかたくななんですよ柔軟に考えておかしなところ外しちゃえばね 竹内文字は実に正確、はあ、そして竹内文書が言ってることは天目宮司が言ってる通りこれは全部同じ天皇なんだ、はい、何万年であろうと一人なんです、はい、たった一人の天皇を三笘分けしてるんだこれはいわゆる多次元同時存在ね、はい、竹内文書も宮下文書もそうですう同じ方法使ってますなあ次物述べってことなんです、はい、作ったしが 「たうん、古事記日本書紀」の鍵は物の部が持ってるんです。表は天皇家